台湾の生活で心配する必要がないのが食べること。伝統的な台湾料理はもちろん、一国料理のレストランがたくさんあります。昼夜問わず24時間いつでも美味しい料理を味わうことができます。それでも時には日本の家庭料理を自炊したくなることがあります。日本人にとっては食材を買うのがちょっと難しいチャレンジかもしれません。今週の動画は、台湾でよく見られる食材と生活用品が買いやすい場所を紹介します。台湾の道を歩いているとスーパーマーケットをよく見かけます。チェーンのスーパーでは旬の食材、生活用品のほか、さまざまな冷凍食品を揃えています。スーパーのほかに大型の量販店も営業しています。コンビニと同じように台湾人の日常に溶け込んでいて、スーパーよりも安い値段で買い物できますし、台湾で生活するにはコスパの高い味方です。台湾のスーパーでは当時の食材を買いますが、デパートのスーパーでは世界各国からの輸入品、調味料、デザートなどを手に入れることができます。日本式の家庭料理を作る際によく使う調味料はデパートのスーパーが一番品揃えがいいので、遠くから足を運ぶ日本人主婦の姿をよく見かけます。ただし輸入品が多いお店ですので、一般のスーパーの方が値段は庶民的です。しかしながら、新型コロナウイルスの影響で一時帰国できない外国の方々には、デパートのスーパーでふるさとへの思いを少し解消できるのかもしれません。台湾の伝統市場は露天式と屋内式の2種類に分かれています。台湾人にとっては伝統市場で買える食材が一番新鮮です。伝統市場に入ると各ブースはオーナーさんの情熱的な売り声で満ち溢れています。おばさんたちがショッピングしながら石鹸話を交わす声も聞こえます。こんな特別な風景は台湾観光の一大特色になっていて、たくさんのガイドブックにも主な伝統市場の情報が載せてあります。それにしても食材の値段は各ブースのオーナーさんで決めていますから、みんな同じ食材を販売していても格差が大きい可能性があります。伝統市場で買いたいものを見かけたらすぐに手を出すのをやめておきましょう。もうちょっと歩き回って値段を比べることをおすすめします。露天市場との大違いは、真夏の時期でも冷房が効いた空間で買い物ができること、そして美味しい料理を提供している屋台がたくさんあることです。ショッピングで足が重くなったらすぐ腰をかけて食事できるのが嬉しいです。また出来合いの食材を買って帰り、食卓に色を増えるのも楽しいです。最近は2代目、3代目が経営を引き継いで営業している伝統市場の店が多くなってきました。若者の想像力と革新によって
伝統市場の古いイメージを一変することができるようになり、現在は伝統市場で買い物するのは主婦とお年寄りだけではありません。耳寄りな情報として、伝統市場って同じ店の常連さんになったら、オーナーさんから食材を安く買えることと、タダで多くもらえることがよくあります。台湾の人情味、また中国語能力を実践したかったら、ぜひ伝統市場に行ってみてください。予想外の収穫が絶対にあるはずです。